アギーレジャパンウィジン、日本、ウルグアイ戦の中継視聴率が 13.6% でした。ザックジャパンより 6% 減となりました。ネットでは、甲子園のが上ちゃうか、などとおなじみの野球との比較が展開されています。歴代ウィジン視聴率を見てみると、1997年、岡田ジャパン、22.6%、1998年、トルシエジャパン、18.5%、2002年、ジーコジャパン、26.7%、2006年、オシムジャパン、17.3%、2010年、ザックジャパン、19.6%、2014年、アギーレジャパン、13.6%、となりました。ネットでは、内田と香川がいない分 5% くらい落ちてるな、などと言われていますが、やはりワールドカップの結果が現れているのかもしれません。今後の活躍に期待したいですね。